はい、今日ね、ジャッジアジやっていきます。ガールフレンドイベント。1ヶ月前に友人のヨーダ、恋愛経験ゼロの友達にね、恋愛をさせてみるということでね、この女の子の攻略をやらせていましたが、今回はね、僕一人でもうこの女にとどめを刺そうと思います。で、前回の動画ね、まだ見てない方はそっち見た上で今回の動画見てもらえると分かりやすいと思います。概要欄にリンク貼っておきますね。確かね、就職の面接みたいなのをやってあげて、うんぬんかんぬんだったような気がします。ごめん、話全然聞いてなかった。いつもとなんか違う？何が？なんだよ、いつもと違うって。俺全然聞いて、パジャマ？パジャマだったんだろう。これ絶対パジャマだよな。でもパジャマの上にコート羽織ってきたみたいな。どこだ、なんだ、服が新しい。いや、新しくねえだろ。いや、猫の声聞こえる。どこにおる猫。だって猫探しながら俺多分月乃ちゃんのいつもと違うところ気づいちゃったわ。あ、怪しい。これだろ。俺が猫探してる間だ。ずっとこの表情で待ってたのかな。物欲しそうな顔しやがって。してないでしょ。これだよ絶対。そのイヤリングいいね。これ俺が買ったやつだろ絶対。わかります？すぐに分かったよ。いや全然分かんなかった。めっちゃ猫探してたから。正直自信なかったけど、うん、これでいいのかな。そうだ、月乃ちゃんにプレゼント。いやもうなんだ、いいよな、プレゼントしなくても。なんか前にあげたやつとかはあげない方がいいみたいな仕様だったと思うんだけど、何をあげたかとか覚えてねえんだよな、もう昔すぎて。イヤリング見せてきてる女に向かってイヤリングのプレゼントするわけにもいかねえし、なんか俺この時計はあげた気がすんだよな。かといって他になんかいいのあるっつったらないし、指輪でもくれてやるか。あー、なびいたなびいた。よしよし、じゃあ早速遊びに行くか。カジノとダーツと、あとはバッティングセンターだろ、どうせ。知ってんだよ、こっちは。お、なんだ？竜禅寺か。前来たよね、こいつね。うんうん、覚えてるわ。いや、偶然なのではなく必然かな。運命の赤い糸をたどってきたら君がいたのだから。はぁ、あ。こそこそとつけてきたんじゃないだろうな。僕は英国紳士だぞ。そこの馬の骨くん、僕とポーカーで勝負？英国紳士として負けるわけにはいかない。ああ、いいじゃん、やろうぜ。分かったよ、勝負してやるよ。カジノへ行くわけか。でもよかったわ、麻雀じゃなくて。麻雀だったらルール知らないからできなかったからね。ああ、見てくれ月乃さん、この馬の船くんを完膚なくまでに、めっちゃ噛むなきゃ俺、完膚なくきまでに叩きのめし、僕の優秀さを証明してみせよう。やられたな。まあね、まあ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 、まあ、多分ね、長かったらカットしてると思うわこれ。なんでストレートってバカ野郎。いや、バカ強いじゃん。もう降りるわ、ブタブタブタ。あー、ダリやめざこんな。月乃さん、僕を褒めてくれたぞ。ええええええよ。
だからもうお前らもう二人でくっつけ。悔しくないのか？月野さんを前に敗北したんだぞ。悔しいけど、お遊びだからな。いや、ダサいわ。その反論はダサい。クールぶりやがって。もうこういうセリフ、なんかもう、負けてテンション下がったから俺読むのやめるわ、これ。うん、式場なら予約してる。さあ、向かおう。ゆうじゅんじさん。実は今日この後予定があって、ヤガミとの約束がある。またこの店か。面接残念だったね。あ、落ちたんだね。そうそう、面接落ちちゃったから、その話をするデートなのかな、今回。そんな気もしたというか、思い出してきたわ。迷いがあるの？はあはあはあ、出版系もやりたいと。実家の束縛から離れたくて始めた就活？発展しろよ、お前。なんで俺がおめえの相談こんなに聞かなきゃいけねえんだよ、バカ野郎。龍禅寺について。月乃ちゃんと結婚できると思ってるみたいだね。子供の頃おかしなこと言っちゃったから結婚する約束しちゃったんだっけ。うん、親御さんと龍禅寺家はどういう関係？うちの親の会社龍禅寺グループの子会社なんだ。ああ、そうなのね。だからって言いなりになるのよくねえよ。全然話聞いてなかったわ。あ、そうですか。やべ、滑ったみたいだ。下げんなよ。今ので滑るのかよ。笑えよ、バカ野郎。いや、イラストとかクソほどにも興味ねえわ、俺。悪いけど、SNS にさ、絵描いてる人いっぱいいんじゃん。あんま興味ねえんだよな、俺。え、めっちゃ可愛い。え、いいね、この絵。え、俺めっちゃ好きだよ、こういう絵。キャラクターアイコンにしたいぐらいだよ。2週間ぐらい使うわ。うまいね。うん、絵描けよ。うん、いや、絵はうまいと思う。でも普通に。なんで絵好きなの？はあはあ、みんなが喜んでくれると嬉しい。うん、自分の生み出したものが人の心を動かせるなんてとても素晴らしい。ああ、結構芸術家気質の性格してるね。うん、人を感動させたり、そういうことが好きなんだ。まあ、俺だったらプロになれば儲かるって言うけど、多分金の話絶対しない方がいいから、こういう子は。プロになるって一つの選択肢にならない？絵のことわかんないけど、俺の目にはプロ並みに見える。いや、キムタクよくねえよ。そんな褒めてさ、はっきり言って。うん、絵の世界って死ぬほど厳しいぜ。うん。親だって反対するよね、うん。でも、なれるならなりたい？そうですね。うん。そう簡単になれないと思うんだよな。きっと大丈夫だよとかさ、俺大丈夫って言ってる人ってそんな大丈夫じゃないと思うんだよね。気持ちはわかるよ。俺もプロとしてやっていけるか考えなきゃいけない時期があったから。まあ俺弁護士やってたんだけどね、3年前まで。習うより慣れろか。弁護士辞めて探偵辞める時も先のことなんて何もわからなかった。だけどまあ一応なんとかなってる。とりあえず飛び込む。もう終わろうぜ。こんな話しかしないデート、クソほどにも面白くねえな。なんか、そろそろ告白のイベントかと思ったけど、まだ続きあるんだ。八神さん。八神さんってすごいですね。どういうこと？ずっと好きなことややりたいことがあるのに勇気なくてうじうじしてた。それなのに八神さんはポーンとやろうと思って世界に飛び込んじゃうなんて。まあそういう性格だからね。八神さん、素敵です。いやもう惚れてるやん。ごめんね、なんかいつも同じ店で最後は。ありがとうございます。おお、気をつけて帰れよ。
俺興味ねえ女の子にはこんな感じなんだよね本当に結構冷めてんのよ。あ、でもちょっと可愛い。いや送ってくけどね、ってかそっち壁だけどね大丈夫、自転車あるけど、そこ、あ、自転車で来たの。はい、ではとりあえず今日はここでお開きにします。ありがとうございました。